こんにちは、ブランドバイ社長です。本日の動画はですね、昨日、郵送でのお買い取りと店頭でのお買い取りでヴィンテージ T シャツ一部スウェットございますが155万円分ですね、お買い取りさせていただいております。ブレッドランド大阪はとにかく買い取りもめちゃめちゃ頑張ってますんで、全国のナインティーズ T シャツが集まってんじゃないのと、海外のディーラーさんからお前どうやってそんなに集めてんだよっていう連絡も結構いただくんですが、ざっくりどんなものをどんな感じでお買い取りしてるのっていう説明も含めてご紹介したいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。2つとこの山1つ一緒にしちゃって大丈夫なんで、こっちかさっと置いてざっくり、ご紹介していこうかなと思ってます。ローリングストーンズワールドツアー9495、最近あんまないんですよ。ビッグバンの G ドラゴンが来てるんで、高値で取引されてます。これも僕的には結構ホットかなと思ってます。スパイダーマン 90s です。袖シングルの裾シングルチェンジーズの XL なんですよ。ジュラシックパークの OVP オーバープリントですね。ダメージほぼなくていいですね。どうですかこの辺ね、安かったのに最近めっちゃ高いんですよね。アメリカ人が好きなんで、タイでは逆にジュラシックパークってあんまり人気ないらしいです。アメリカでは結構高いんですけど、タイではあんまり高くないっていう珍しいパターンですね。これめっちゃいいでしょ。ポール・マッカートニーなんですよね。何このプリントって思う方多いと思うんですけど、今流行りのジーザスっぽいプリントでめちゃくちゃかっこいいですね。この辺もあんまり売りたくねえなーって感じですね。ポール・マッカートニーでこのデザインなんだって感じですけど、またまたジーザスデザイン、ジーザスデザインのこちら、これね、僕も一着実は私物で持ってるんですけど、初めて商品としては入荷しますね。ハーレー・ダビッドソンのパロディですね。いけてますね。90年代にしか出せないこの雰囲気ってやっぱりいいんじゃないでしょうか。今マンソンとか飛ばしましょう。ティーもね、世界中のディーラーが血まなこになって探してるラップティーですが、グレートランドって大体毎月10枚以上入ってくるので、ラップティーのストックも100枚は超えてますね。150ぐらいなのかな今。この辺とか見たことない人多いと思います。しっかりと一発 OK でお買い取りさせていただいてます。こちらこれだったり、はい、いいっすね。僕ね、ラップティーってあんまり着ないんですよ。これなんでかっていうと、お客さんで探されてる方が多いので、あんまりこうね、私物にするのは気が引けるっていう感じですね。はい、あとはいいでしょ。すげえレアな、まあ、この辺ももうラップティー2パックは飛ばしましょう。いっぱい在庫あるんで、あえて紹介することないかなって思います。この辺とか、この辺とかもあえて紹介するかなって感じで、まあ、飛ばします。で、これがね、かなり珍しいです。お恥ずかしながら売るの初めてです。入荷が初めてです。フロントはね、ラップティっぽくねデザインじゃねえのって思う方もいるかもしれないんですけど、バック最高でしょ。これめちゃくちゃ珍しいです。めちゃくちゃ珍しいんで、いくらつけるか分かんないですけど、夏前には出すと思うんで、いいなと思った方はお金準備して待っててください。はい、めっちゃレアです。他店様っていうか、まあ、ヴィンテージ T シャツをお買い取りしてるお店ってあんまりないんですけど、あったとしてもね、状態にめちゃくちゃうるさいんですよね。もう、まあ、めちゃめちゃいいコンディションとかなりダメージがあるもの、例えば、まあ、これだとかウルタンフォーエバー結構ダメージあるの分かります。カニエ・ウェストが着てる私物ぐらい破れてますけど、そらピンピンの状態よりかは相場下がりますけど、ダメージ雰囲気も考慮していい意味でのコールね、お値段つけてます。こういうかなりダメージの入ってる T シャツ、まあ、これだったり、このカートもね、結構ボロボロなんですよね。わかります。でもね、これがやっぱりかっこいいんですよね。許容はしません。古着苦手な方っていらっしゃると思うし、新品のね、ダメージ加工はいいけど、着古された自然なダメージは苦手っていう方もいらっしゃるんで、ダウンワードスパイラルもここまで擦れるっていうのは、着用してた方がトラックとかそういうの乗ってた方が来てたんじゃないのってよく言いますね。とにかくずっと座ってこう動いてる仕事だと背面が擦れてどん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 プリント剥げてきちゃうんで、これがねかっこいいと思うんですけどね。どうでしょう、お好きな方はズバだと思います。
こういったね状態が悪い味があるものっていうのも評価はしてますが、ピンピンのめちゃくちゃ綺麗なものに比べるとお値段っていうのは安いので、もう気兼ねなくガンガン着たいんだよね。めちゃくちゃ綺麗な T シャツっていうのは手が出ないとか、そこまでお金出すの抵抗あるっていう方にはいいと思います。僕も結構ね、とにかく私物の扱いが荒いんで、どうせ破れるしっていう感じで、綺麗なのと破れたのがあった時に、綺麗なのは店頭を出して販売して、破れまくってるやつとかを私物にしたりしてます。これめっちゃ綺麗なドクタードレ何枚か在庫ありますけど、グレートランドのストックの中では一番綺麗なドクタードレになると思います。全部ご紹介してるとクソ長くなっちゃう。でスウェットですね、 XL でめちゃめちゃいいですね。このスウェットは、お取り扱い初めてです。最高でしょ。何回か着たぐらい、サイズ感も最高ですね。グレートランド大阪としてはですね、ダメージがあるものっていうのもやっぱり、ヴィンテージの醍醐味だと思いますので、袖ないやつとかそういったものもお買い取りしてます。お二人のお客様からのお買い取りでしたけども、最終的にはまあ満足してお買い取りさせていただいております。トータルこちらで155万円ですね。この山で155万円出せるのは日本、いやまあ世界でうちだけだと思います。ということで皆さん、売るお店も慎重に考えていただいて、どうせ売るなら高く売りたいと皆さんそう思ってらっしゃると思いますので、もう昔から集められてる方も最近ハマり始めて、最初ババって買ったんだけどちょっと数減らして新しいの行きたいな、買いたいなっていう方も、グレートランド大阪に一度ご相談いただければ、他店様は絶対に追いつけないプライスでお買い取りさせていただいてます。お買い取りのご依頼もお電話、ダイレクトメール、その他、お気軽にくださいませ。うちが基本的に全国一高いので、事前査定っていうのは一切やってないです、まあ、それだけ自信があるってことですね。今回はねさらっとした特に内容のない動画でしたけども、ご視聴いただきありがとうございました。よろしくお願いします。では。